熊本市のさまざまな取り組みを紹介するこんばんは熊本市。今日のテーマは開催中第8次総合計画展。令和6年4月から熊本市の新たな取り組みの指針となる熊本市第8次総合計画がスタートしました。それに伴い熊本市現代美術館では熊本市第8次総合計画展が開催中です。この展覧会は熊本市第8次総合計画をアートの力で市民の皆様に分かりやすく伝えることを目的としています。総合計画とは熊本市が掲げるさまざまな計画の最上位に位置する長期的なまちづくりの計画です。熊本市を取り巻く課題を踏まえつつ目指す街の姿である上質な生活都市の実現に向けた取り組みの方向性をまとめています。少子高齢化や相次ぐ自然災害、さまざまな課題を抱える時代の中で私たちの街はどんな未来像を描き進んでいくのでしょう。この展覧会では市政運営の基本方針である総合計画を美術作品やイメージ映像、ワークショップなどさまざまな形で表現し総合計画のエッセンスを体感していただけるイベントとなっています。企画監修を務めたのは熊本市現代美術館館長で熊本市文化顧問の日比野克彦さんです。感じる計画をキーワードに8つのビジョンと響き合う美術作品やイメージ映像を展示しています。展示を見て熊本市の未来を考えるきっかけになれば幸いです。町の明るい未来のためにはそこに住む私たち一人一人が地域の状況に関心を持ち自ら行動していくことが大切です。この展覧会でアートを楽しみながらこれからの街づくりについて考えてみませんか。熊本市第8次総合計画展に注目。熊本市第8次総合計画展は入場無料で5月27日まで開催しています。ぜひお立ち寄りください。詳しくは熊本市第8次総合計画で検索してください。次回はスタートアップワールドカップって何？お見逃しなく。